マネキンが怖いのよ。あ、いいですね。素晴らしい。うわら、びちょ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 、うらっ、うらっ。はい、どうもこんばんは、ラムロットです。サイレントヒル2実況続きやっていきたいと思います。今回の動画も良ければ高評価よろしくお願いします。赤い髪に見とれるジェームスさんでした。というわけで、前回、ジュークボックスから鍵を手に入れて、鍵差しっぱなしですが、こっちに進めるようになりました。いいですね。この、上に上がればいいのかな？いやー、初見さんいたらね、よかったらまた、動画楽しいなと思っていただけたら、チャンネル登録もしてみてください。ちょっと、いいな。なんか、インディーゲームもいいのはもちろん、いいのはあるんですけど、トリプル A タイトルっていうのも、いいもんです。めっちゃいいです。栄養ドリンク。いいですね。いやー、こんなところ来たことないしな。これ何が面白いって、その、2週間前までこのオリジナル版をやってたにもかかわらず、ここまで新鮮に遊べちゃうっていうね。あの男、ワンタが帰った後に一度戻ってきた。別に変なことしてきたわけじゃないからいいんだけど、なんだか悲しそうな雰囲気で、誰かと街を出るみたいなことをボソボソ言ってた。もっともあの状態で運転させるつもりはなかったから、そこで終わりにさせた。あの人の車はまだ店の裏にあると思う。緑っぽい青色の車だから、朝まだ止まってるか見ておいてくれる？え、末尾が06のナンバーだったはず。誰のことでしょう？書いてます、メモにね。素晴らしい。ちょっと見ておこうか。家の裏。この四角形のところってことかな？あ、ちゃんとこのジュークボックスとかクリアしたら、車線入れてくれるんだ。素晴らしい。緑っぽい青色の車。ちょっと離れたところですね。うん。どっから入ってきたっけ？うわ、なんかすごいドアノブの周りが。トイレか。汚い。とっても汚い。あれ、こっから入ってきたのか、俺。あ、違う？迷子です。もういいのかな？こっち出れる？出れます。さっそと出ました。さあ、これで裏側に出てきた感じだね。これは赤い車だ。とりあえず戦闘の難易度がめちゃくちゃ高いんで、それだけね、ちょっと早くなれないと、これって後半ちゃんと苦戦しちゃうんじゃないか。どこ？あ、クワガタなのかな、これ。ゴキブリなのか何なのかよくわかんなくなってきた。さあ、この先の方ですね。ここ抜けていけばいいのかな？こっち側行かなくても大丈夫？あ、ここはもう普通に道なんだ。じゃあここだ。空き缶か、敵かと思った、普通に。さて、この辺かな。おっと、あ、これかな ?06、あ、この車ですね。あれ、来なかったっけ、ここ。溶けてる。よく触るよ。鍵だ。ファビアン、アプリとファイヤーバッウッドサイドアパートの鍵、ちょ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 。来てる。開かない。よいしょ。やめて。やめて。やめて。あ、すごい風。すごい風吹いてる。荒れてる。ちょっと待って、どっち行けばいいの？ウエスト、ブルークリークじゃなく、あ、来てる。どこ行ったらええねん。どこ行ったらええねん。ちょ、助けてくれー。とりあえずどこに行けばいいのかわかんない。開けます。キーパッド。ウッドサイドアパートメントだから、この先だ。あ、めっちゃいる。あ、めっちゃいる。すいません。通ります。外側に入り口があるはず。当たり前だろ。入り口は外にあるもんだ。あ、これなんか、こういう車あったね。あった。
ここかな。あ、普通に入れるじゃん。入っちゃう入っちゃう。よーし。あら、ちょっと待ってよ。どこここ。なんか、あれかも、だいぶレイアウトが変わっているのかも。まあ、レイアウトもね、全部、この TPS 視点になったことにより、変えたみたいな話してましたもんね。素晴らしい。複雑になってる気がする。まずはちょっくら情報収集から。うん、手紙は読めない。いやーすごい、何これ。あああった、このパズル。ユグドラシルみたいな、半分生きてて半分死んでる木のパズルですね。読む。5つの穴に参加兵。まずは木の下座る乙女。乙女の後ろで風を吹き、可憐な花も一人咲く。そこに美男子現れる。月明かりにて輝く目。ああ、おじいさんとかじゃなくなってますね。おじいさんとか蛇だとかっていう話だったんですが、今のところアイテム何も持ってない。いいですね。素晴らしい。来たね。アパートに。ペンギン？ペンギンなのこれ。あ、ハンドガンの弾。おいおい、ハンドガン。あ、セーブポイント。ハンドガンが手に入るぞ、もうすぐ。あ、このゲーム遊んだ時間バレちゃう。恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。あんまバレたくない、ね、なんかでもいるな。すでに若干ラジオがパカパカ言ってるもんな。ハンドガンの弾が割とあるぞ。まず1階から順番に見ていきますか。いやでもこれさ、懐中電灯を手に、あ、そうだよ。懐中電灯を手に入れるのもこのアパートだ。ね。うわ、めっちゃ雨漏ってる。めっちゃリアルだ、雨漏りが。外から行く？あ、外も行けない。これ困った。おぉ。マダム、アパート217号室から銃声が聞こえるという極上につきまして、すぐに当該の入居者を訪問しました。入居者は全面的に協力し、自宅への立ち入りを許可してくれました。彼の言葉通り、彼のアパート内で銃、並びにそれを使用した痕跡は確認されなかったことをご報告いたします。万が一そのような騒音が続く場合は、清掃員にお知らせください。あ、217号室ね。217号室。どれどれ。2階ってことかな？そこに、ハンドガンがあると。何？何？おい！ Hello? わ。Is anyone there? ちゃんと。階層が、あ、でもこの階段のレイアウトは、あれですね、オリジナル版を元にしてる気はする。ぐらい。アイテムなし。20。まあ、順番に、あそこドア開いてるし。光が漏れてるということは、あ、マネキン、あ、ちゃんとあるー、ちゃん、扉が閉まった。マネキンが怖いのよ。あ、いいですね、素晴らしい。うわ、避けれる。よいしょ。ちょっと強すぎる。セクシー。ちょっとこれは。あいつ強いぞ。お、鍵？
シュート、ダストシュートですかこれ。中庭の鍵ですね。ちょっと栄養ドリンクとか、ありがとう。なんかこの栄養ドリンクをこうパパッと使えるような、別なくていいか。でもこれぐらいね、その回復力の高い栄養ドリンクがあったらいいよね。絶対体に良くないけど。中庭の鍵違いますよね。ですよね。あ、217号室先に見に行ってみようかな。ダメなのか。こっちの奥なのかな。中庭先に行けるか行ってみましょうか。順番にね。ここじゃないかな？エグジットですが。あ、違う。うん。中庭へ続くのは、ローズクォーター。クォーターじゃない、ローズウォーター公園。うん。中庭ってどこなんだ？こっち違うもんね。ジェームズのバックステップが軽やかでいいね。あ、ここかな？さ、中庭です。思ってた中庭ではなかった。めっちゃかっこいい。ここだけでなんか、PC のウォールペーパーにできそう。さあ、こっちにも道が続いていますが、こっちは入れないと。めちゃくちゃかっこいいな。ダストシュート故障中、修理されるまでこちらは使用しないでください。使いそうです。詰まってますね、なんかね。何か重たいものがあればね、押し出せるのかもしれない。さて、ここは開かないんだね。ほら、うん、今はここにいますけど、窓を割って入れる感じでもないし。お、でもここ割れてるな。いけない。なるほど。面白い。すごいよくできてる。こんな楽しいの？これ、登れない。地味にずれてる感じかな。なるほど。ちゃんと、決まった場所があるんだ。さあ、来ました。いますよ、デビが。ちょっと早くハンドガン欲しいな。弾しか手に入らない。この、でも、最初に弾しか入らないシステムを思いついた人、なかなか、すごいよね。あ、銃があるんだ。銃があるんだとプレイヤーに思わせておいて、なかなか銃を握らせてくれないって。すごいよくできた。ん？なんかドアが2つあった。こっちはいけない。だいたいどのホラーゲームでも最初弾しか手に入んないもんね。で、なんかハンドガン見落としたかも、みたいな。あっ！ぐにゅっ！危ねえ。危にいし。危にいしでしたね。いい部屋。うざっ！うざっ！待ち！避けてる。強っ。強ない。おいしょ。おいしょ。おいしょ。ちょっと強ない。すごい、ちゃんと隠れてた。あとはなんか、まだその、どの程度で死ぬのか分かってないな。割とすぐね、視界が赤く染まっちゃうんで、すぐにその栄養ドリンク飲みたくなっちゃうんだけど、飲むタイミングは本当にそこで合っとるんかっていうね。これ何しに来たのこの部屋。ああ、ちゃんと武器しまわないと地図が見れなくなってる。
111。あー、なんか変な音がするな。あ、でもこっちから来たのか。さーて、もう迷子です。若干光が漏れていた気がする。あー、それだけか。あ、ここ出れるのかな。なるほど。あ、ここに繋がってると。あら、見たことがある。鍵が置いてあるよ、この鉄格子の向こう側に。うわぁ、このグラフィックでこれを見られるなんて。ひどい、踏まなくても。うわぁ、一緒だ。でも右に曲がってったな。なんか俺の記憶では左に曲がっていった気がするんだけど。絶妙なところに。嫌な女の子だね、本当に。さあ、戻りますか、じゃあ。これって何か進んだのかもしれない。ああ。女の子の声がするな。どっか移動してるぞ。お、開いてる。しかもいますやん、なんか。この中かな？違う。ああ、絶対なんかいるんだけど、声すごいするもん。ここか。どこにいるんじゃい？どこだ？あら！あれ？おお、あ、なにこれ、切れるの？ジェームズ切っちゃう？あ、なんか弾が出た。リンゴ？黄金リンゴ型のとって、なにこれ。へぇ。ウェディングドレスですか？ウェディングドレスっぽいな。誰の？あ、これ窓。窓にはめ込む型のね、エアコン。うるさいやつ。懐かしい。そこらこんだっかな。さあ、さっきの反対側に来たのかな。鍵ゲットです。2階の廊下の鍵。あ、なるほど。ちなみにここは？ここはさすがにいらっしゃいますんちゃうの？ロケット。ここにあの女の子のね、ヒントとかがあれば。うん。髪切れ。ああ、でも女の子がいた痕跡がちゃんとある。ふん。Quite the artist。かわいい。ちょっとかわいそうな。悲しみを感じる。左のウサギから。うん。この絵ぐらいかな？アイテム。あ、ここにも絵が描いてある。太陽、うさぎ、かわいい。あんな意地悪をする女の子にも、どこかこう、かわいい一面があるわけですね。お、ピアノだ。楽譜、寂しい花、ロベルト・シューマン。聴いてたのかな？レッドウッド。戻りますが、これで2階に進めるようになったと。あー、なんかドア開いてる。ドア開けなくていいのに。え、まさか自分でこけちゃうパターン。あ、なんか踏んでる、なんか踏んでる。いるぞ、まだ。おいしょ。どこどこどこ、光ってる光ってる。タガメ、タガメみたいな見た目してるな、背中がね。カメムシ系？カメムシゴキブリクワガタ。適当なことばっかり言ってる。元気ドリンクは元気ドリンク。出ないな。でもなんかこの、いいのかね？街が閉鎖してるからといって、この人の家を漁るっての。
これを102号室のミレさんに届けてください。あの人一人でずっと彼の持ち物と一緒に閉じこもりっきりなんです。荷物を誰かが動かしたり、触れたりすることすら許そうとしないんですよ。そんなこと考えるだけで心が痛まないはずありませんもの。なんかいましたね。102号室。なんか伝言の人ね。いたいた。102号室か。反対側ですね。なんか、でもバッテンされてるな。はあ、まだ行けない？一旦2階上がってからってことかな？じゃあ。よし。ちょっと一旦ここまで戻ってきたんで、セーブしておきましょう。なんか、ぬちゃぬちゃ言うてるよ。ぬちゃぬちゃ。開いてるじゃん。字欲しい。ドリャ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 痛い痛い。ドリャ一回食らっただけでもこんだけ視界真っ赤なっちゃうからな。102号室着きました。元気ドリンク欲しいな。栄養ドリンク。なんか歩いてますよね、まだ。入ってこないよね。さすがにね。お、ドリンク。ありがとう。うん。これはバレンタインデー。裏返す。おお。いいよ。そんなのがあるの？裏返すとか。バレンタインデーね。バレンタインデー4ってことは ?2144 みたいな。もうすでに4桁になってる。はい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 。よいしょ。一発、二発。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう一発。案外、死にそうでまだ死んでない。あ、OK。あ、ちゃんと出ますね。薬飲めって。ここまで食らってもいいのかもしれない。うわ、すごい。めっちゃフォント揺れてる。素晴らしい。こういうのがいいですね。あ、しかも、ここまででも食らっちゃうと、全開しないんだ。絶妙な難易度かもしんない。まあセーブすべきだったかな。ちょっと不安になりながらも進みます。ここが開くはず。よし、いるな。おいしょおいしょ。よし、いいだろう。いや、しかし広い。マジで広い。開かないで。もう開かないでくれることが最高。ああ、嫌だな。うわ、この雰囲気やばい。何もない。そして何もないっていう。それまた怖い。うわ、なんか、あ、いるじゃーん。みんな大好き、あの人がいるじゃーん。待ってるー。割と最初がっつり見えちゃうっていうね。あ、手がなんかニュルニュルしてる。いやー、おっとろしい。で、ここか。リンゴ型の取っ手を使う場所じゃない。ここかな。いやー、すごい緊張感がすごい。2週間前に遊んだゲームだよ。なんでこんな怖い。はい。あれ、こっち行けちゃう。
え、こんなのあった？うわ、ちゃんと誘導されちゃってるわ。何ここ？あ、さっき入れなかったところ？なるほど。現在改装作業を実施しています。住人の方は本棟3階には立ち入らないでください。うん。トルーカ。鍵がないと入れなさそう。21を217。217ですよね。確か銃があるっていうのは。ちょっと待ってね。この他の部屋先に探索しておこうよ。何これ？どうしたの？何今の？何今の？ちょっと今のよくわかんないんですけど。なんか見えました皆さん。今の何だった？なんか見えないものが見えていた。215。214。216。さあ。楽しみに、うわ、ここに銃がない。あ、懐かしい。いや、懐かしいって2週間前なんですけど。ええ。ここで銃が見つからなかった。こんな。どこぞのミュージックビデオかってぐらい、この光の差す。穴開き部屋。素晴らしいね。B。これ、いや、空の薬莢でかい。くぬぎのどんぐりぐらいでかい。すごい。なにこれ。銃ゲッチュです。これ、銃ガンガン使っていいのかな。で、これ、ちゃんとなんかこう、待たないとダメなんですよね。オリジナル版ジェームズのエイム力すごかったからな。100発100中だったからな。今回そういうわけにはいきませんよってことね。以上かな？わかった。これで南京錠をぶち破れるってことね。ああ、なんかすごい揺れてる。来るぞ。絶対来るぞ。ゲーマーの勘が正しければ、これはこうなんですけど。本当に？違うんかい。違うんかい。恥ずかしい。すごい恥ずかしいわ、今の。でもみんなもず、絶対俺なんだよな。こんなのいなかったよね。履いてるズボン一緒だと思うんだよね。いや、まあ顔は見ないのが正解なんじゃないかな。いや、でもなんか俺なんじゃないかな。靴とかどうよ。一緒じゃん。靴もズボンの色も一緒。私です。テレビ見ながら死んじゃって。あれ、鍵置いてある。212。呼ばれてるね。リロード。いや、俺はそんなことよりも、この銃の弾を一発無駄にしてしまったっていう、もう。それだけで心が折れそう。こんなに怖いゲームで。銃の弾一発が、いかに大きな価値を持ってるか、分かってない。なんかあんまりでもコイン手に入りませんね。あのパズル用のね。もっとなんかポンポンポンと手に入った気がするんですけど。なるほど。いるー。ちゃんと逃げてる。なんかでも奥になんかシルエットが。今のは逃がして正解の敵？なんか2体ぐらいいるんじゃないかなっていう。めっちゃ待ってるー。おいしょ。すごい機動力なのよ、こいつ。
うわしゃましゃましゃましゃ体操選手まジェームズやるとくわよ。いしょよいしょ、踏みつけ入ったら大丈夫。わあすごい、こいつのがテカってるな。パナソニック、めっちゃパナソニック、読めないけどめっちゃパナソニックだな。あれ P のパワーがすごいのかな。パナソニック製にしか見えない。ソニーのゲームなのにパナソニック、ちっちゃな抵抗、パマクローニー。いやーでもパナソニックいいな。この人型は何なんだ。んで今俺何拾ったの。さあこれで別の塔にやってきたってことか。いけちゃうな。ちょっとジュース飲んどっか。栄養ドリンク、あ、ここに戻って、ん？これあれか、さっき、三角様が立ってたところかな？そうですね。なるほど。何？うぅー！キモい！よいしょ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 ！えげつない。いるなぁ。いや、これ銃使っていいのかな。そう、あとなんかこの、足元を狙えば、みたいな。あ、すごい！ちゃんとひるんでる。おいしょ。なんでやねん。何のために一回足打っとる。なんでやねん。せっかくいい感じにね、敵を無力したのかなと。無力化したのかなと思ったのに全然無力化できてない。何これ。あ、ビアビアビー。ああ、これでね、ショートカット解除です。よかった。いるな。あら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 。おら。よいしょ。よいしょ。おすごいすごい。なんかハッピーバース。よいしょ。変な音する。消えた？雨降ってきた？あ、ウェルカムホーム、お帰りですって。誰が？俺が？うわ、ケーキ腐ってる。誰のケーキ？マジかよ。ちょ、注射器打ちまーす。よいしょ。よいしょ。あ、でも銃強いな、やっぱり。でもこの、ラジオの感じまだいる？もういないか。うわ、すっごい。ずっと背筋がピリピリしちゃう。さあ、こっち側も行けますと。ん？なんか一周回ってきた。迷子です。なんかメダル見つからなさすぎてどうしよう。ハンドガンの弾とかね、100発ぐらい余ってたもんね、結局ね。オリジナルガンじゃない。で、割とガンガン使っていけるのかな。あ、んで開かないパターン。上かな、じゃあ。上上がっていきますか。あら、上も行けない。うん、今俺が求められているのはどこ。あ、もっと奥行けるのかな。あー、こっちの奥まだ全然チェックしてないですね。あー、金網困った。基本的には足一発打ち込んで近づいて、近接みたいな流れがいいんじゃないかなっていう気がしてきた。弾ゲット。
お、これは栄養ドリンクではない。思わせぶりでした。すごい倉庫。あら、ここにも同じような、君は私が残酷だと思っているんだろう。だがそれは違う。この牢獄は君自身が作り出したものを、私は君がそれを作り上げるのを、世界を自分の支配から切り離すのを、自分自身を暗闇に埋めるのを眺めてきただけだ。よくわかんない。自分の視界から切り離すの、自分自身を暗闇に埋めるのを眺めてきた。その選択は君自身のもの。君が何度も何度も何度もそれを作るのをただ見てきた。今回もきっとそれは変わらない。そして今回も私はいる。ただ眺めながら。これちなみに今回のゲームは日本語専攻で作られてるんですかね。それとも英語専攻で作られてるのか。あら、なにこれ。隣の部屋？あ、なんか電気ついたよ、電気が。お？怖い。何かが起きそうで起きない。いいのかな？何これ？何のための？あ、でもなんか謎の、これなんだろう。あ、動かせそう。いけち、うわ、何ここ。手紙もよくわかんないし。セーブしたい。はい。ちょっともう夜中なんでね、頭回ってないかも。ルーフと屋上がどうのとか言ってるよ。右手では屋根が闇夜を貫き、左手では主なき足跡が家路につく。教えてほしい。彼のものは家を見つけたのか。時間の流れは川のように彼を闇夜の地獄へ誘うのか。どういうこと？なんか、ライト向けると、反応するものが。うん。川の流れのように。屋根。屋根、足跡、家、川。川。川が11番。家。OK。屋根。お、まだ開かない。屋根。いい屋根。いい屋根、屋根。いろんなところに数字が書いてあるな。7。11。あの川めっちゃ分かりやすかったな。どこだ？あった！13。いけなさそうなんだ。もしかしたらその3つだけの可能性もある？13、7、11。開きました。あ、コインだ。ハゲコインですね。男。剣が書いてある。かっこいい。開きました。あとは？何の鍵だろう？鋼鉄の鍵。これで鉄格子が開くのかな？よかった。無事に開きました。使いまーす。イルド？ちょ、リロードしておこうか。ちなみに？
後ろ側はどん詰まり。こっちか。ああ、壁張ってる、壁張ってる。怪しい。よいしょ。よいしょ。危ない、降ってくるんだ。さあ、これはどこの鍵だろう。お、取るか。あの南京城の鍵だ。で、ここが開くと。これどこに繋がるか分かった。開かなかったところだ。さあ、他にもちょっとアイテムないかな。栄養ドリンク。ここが行き止まり。あ、204号室も。もしかしたら何かあるかも。がっつり閉じられてる。さあ、これは？うん。つながりましたね。OK。でも開かなかった扉って、あ、嫌だなぁ。行きたくないなぁ。あの奥かな、でも。あの奥な気もするけど、敵に、近づきたくないので。どこだったっけ？ 2 階？若干迷子。いるな。どこ行ってもいます、敵っちゅうのは。よいしょ。よいしょ。あ、すごい、届く。よいしょ。OK。さあ、今ぐらいの距離だったらまだ、そこまで大丈夫。この奥。こんな敵いるなら結局ね。結局行っても、向こうから行ってよかったんじゃないかっていう。合ってる？こっちで。ここだ。よかった。鍵が消えたよ。お、セーブポイントだ。助かる。ちょうど欲しかった。素晴らしい。はあ。さあ、というわけで、まだまだ途中っちゃ途中なんですけども、ようやくセーブポイントを見つけたので、次のセーブポイントまでどれくらいかかるかわからないのでね、一旦今回ここまでにしておこうかなと思います。新鮮。やったことあるのに新鮮。すごいよくできてる。毎回褒めちゃう。今回の動画も良ければ高評価最後によろしくお願いします。職員さんよかったらチャンネル登録もぜひしてみてください。それではまた次回の動画で。